中国大陸のメディアが先週末後世知湾族自治区のある男の子が亡くなった後その心臓を北京の患者に提供したと報道しましたまた今回の臓器提供は複数の部門の協力の下でやっと達成できたと伝えました自分に合う臓器を待つのがどれほど確率の低いことか臓器移植を必要とする患者なら誰でも知っています 今回のことから北京当局が長年答えられないある問題を連想せざるを得ませんそれはつまり中国の臓器移植の件数が1999年以降爆発的に増加していることですしかしこれらの臓器がどこから来ているのか中国当局はいまだに答えていません。新中国を失うの著者であるアメリカシンクタンクの元研究員 イーサン・ガットマン氏の新書、虐殺がまもなく出版されます。新書では、大量の証言をもって、中国で臓器狩りが系統的に行われていることを証明しています。ガットマン氏は、かつてアメリカのシンクタンク、ブルッキングス研究所で研究員を務めました。中国当局によるファールンゴン学習者からの臓器狩りの情報を初めて耳にしたときは、 噂に過ぎないいと思っていたそうです後に大量の証言を目の当たりにし疑わなくなったといいます8月に出版される新書「虐殺」にはガットマン氏が集めた100件以上の証言が収録されています He was in You know, you 心象虐殺にはある医師の目撃証言が収録されていますこの医師は中国でファルンゴン学習者からの臓器摘出を目撃しています実は臓器狩りの事実は2006年にアメリカで初めて暴露され臓器摘出を行っていた医師の家族が証言をしましたこのことが 国際社会で注目されると中国当局は関連証拠を迅速に覆い隠し始めました。So ガットマン氏は調査を行う中で大量の証言をを集めることに重点を置きました一方カナダの元国会議員デイビッド・キルガー氏と人権派弁護士デイビッド・マサス氏の調査は52種類のデータを証拠に結論を出しています。両者の調査方法は異なるものの「臓器狩りは実際行われている」との同じ結論にたどり着いています。 these are the amount of people who were actually selected for organ harvesting. Uh, 65000 followed gong over uh, the period 2000, approximately 2000 to 2008. it's not an exact number. it's a, a kind of guess uh, based on my evidence. gattman's novel, the of the evidence. ガットマン氏をゾッとさせました臓器狩りに疑いの目を向けていたガットマン氏もこれで信じざるを得なかったと話しますガットマン氏は臓器狩りを疑う人がいまだにいるかもしれないが新書の中で挙げている証拠を見れば答えが見つかるかもしれないと話します生きた人から臓器を摘出する聞くだけでもおぞましいことですが今の中国で実際に行われていることです 臓器を摘出されたファールンゴン学習者は、真善人を実行する善良な人々で、彼らにも親がいて、兄弟がいて、子供がいて、もしかすると、私たちの周りの人かもしれません。生きた人間から臓器を摘出して移植に使うといった暴虐は、人類史上かつてなかったことです。良識のある人ならば、このようなおぞましいことが起きていることを知ったとき、 きっととここの罪悪をやめめさせるるために立ち上がることでしょう新東人テレビがお伝えしました。